スティーブ・リーブスは、アメリカ合衆国の元ボディビルダー、俳優、モンタナ州クラス後生まれ、カリフォルニア州育ち。高校卒業後、陸軍入隊を経て、ボディビルダーとなり、1947年に、アマチュア運動連合主催のミスター・アメリカ、1948年にミスター・ワールド、1950年にミスター・ユニバースで優勝した後、1949年に、 俳優デビュー。アメリカでは早くが多かったが、1957年にイタリアに渡り、主に1950年代末から1960年代に、ヘラクレスなどの刺激アクション映画で主演を務め、金星の取れた体と端正な顔立ちで人気を博した。ヘラクレスで1万ドルだったギャラは、最終的に10万ドルまでアップした。42歳で俳優を引退し、 南カリフォルニアで牧場経営と馬の調教をして過ごす。ヘラクレスは欧米で大ヒットするとともにボディビルブームを巻き起こし、幼少期に本作を鑑賞したシルベスター・スタローンやアーノルド・シュワル・ツェネッガー、ドウーイン・ジョンソンなどの高世のアクションスターにも大きな影響を与えた。2000年5月1日、74歳で死去。ヘラクレス出演時のスティーブ・リーブス。 ありがとうございます。